友軍が活躍しているのだ。我らも戦果を上げねば侮られる。人質の行方も気になる。酒呑童子を見つけなくては。長谷堂での戦いの後、芝生らは酒呑童子の行方を追っていた。そこへ異界の忍び綾音が情報をもたらす。長谷堂から逃亡した妖魔軍を発見したと。太公望は綾音に引き続き偵察を行うよう指示を出す。酒呑童子らが逃げ込む先を見極め追い詰めようとの考えだった。そして同時に浅井長政ら長谷堂で仲間になった者たちが取られていた人質、その行方を探る意味も持っていた。酒呑童子を捕らえるため、人質を解放するため、芝生らは綾音の導きに従って軍を進めた。偵察してきたわ。私たちが追っていた妖魔はこの先の城に逃げ込んだようね。この先というと巨匠だな。今は宝卓殿が治めていると聞くが。あの御人なら綺麗どころを集めてても不思議じゃないですね。位置が囚われているのもきっとそこだ。急ぎ助けに向かおう。なら、おねね様も。愛する人のため懸命になれるって素敵ね。私もできる限り協力するわ。あ、いや、俺とおねね様はそういうのじゃ。今行くぞ、イチ。待っていてくれ。乱世に清く咲く純白の乙女、カイ出陣。今日こそ酒呑童子を捕らえるぞ。時は有限なのだ。いつまでも追跡劇を演じるわけにはいかない。今回は正面から巨匠を攻めよ。無理はせず敵の注意を引き止めてくれ。その間別動隊は西より城内へ潜入する。密かに人質と酒呑童子を探すのだ。気づいた。わしの主治に行くんじゃ。誰にも邪魔させんぞ。おのども、奴らを消し出せ。ここに正妻殿が囚われているはずだが、一部屋ずつ探していくぞ。俺と勝負だ。覚悟しろ。いんのか。ライオン怪人劇。それがしら必ず救い出してみせる。なれ連携のガイバイ。よくやった。実に素晴らしい。どうしたらそのように強くなれるのだ。これぐらいにしといて。
ご活躍です。ホイール、敵将討ち取ったり。ここまでよ。お姉様を救出できた。なら本気で行かせてもらう。よっ
ダメだと思った。ありがとう。無事聖祭を助けられたのだ。安心したぞ。全員救出できた。あとは四天童子を捕まえるだけね。なに？わしの女たちが奪われたじゃと？言え！すぐに取り返せ！全軍進軍させろ！イチは無事だったか？よかった。まだ美しい女がいるではないか。わしのもんにしてくれよ。俺と勝負だ。覚悟しろ。我が英達の道を阻む者は処分する。私はいつでも誰の挑戦でも受ける。わしの前に立つ。言っとくか、ライオン。死ぬとさ、やる気なくお前を倒す。敵将撃ち取ったぜ。そもそも、どうだか何の義理もないんだ。素晴らしい。おい、四天童子、このクラス何してんだよ。その無双の私の称賛に値するぞ。これで以上狙っていいならまだうちに。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。言っとくか、ライオン怪人撃。逃げ切れたか。拙者が参る。私を捕らえる。さて、改めて問おう。お前は何者だ。名は四天童子。それより他は何も知らぬ。では問いを変えよう。己が何者か知りたくはないか。お前がその答えを持つというのか。いや、おそらく答えはお前の中にある。それを引き出す手伝いをしようというのだ。この私に協力すると。その代わり
我らにも協力してもらおう。いいだろう。義を貫き進むのみ。ありがとう。迷惑かけてごめんよ。これからは私も一緒に行くからね。龍禅様を守ること、それが私の使命だから。一も長政様と共に参ります。お市様が無事ならば人に仇なす理由もない。今私の美しさが求められているのですね。いいでしょう、存分にご堪能ください。ところで大事なことを忘れている気がするのだが。ああそうか、脅威だ。脅威はどこに行ってしまったのだろう。うわあ、私ってやっぱ最高。これが噂の酒呑童子か。これで幼女を倒す方法がわかるんだね。解明には少々時間をもらうことになる。だが私は確信している。この者こそが我らの希望になると。私は自分が何者かを知りたいだけだ。そのためにお前たちに協力する。じゃあ俺たちも頑張らないと。なんとかダッキーを探してみるよ。